ただいまやっていきましょう。クオンの絆ですね、やっていこう。前回までは新キャラ続々大放出みたいな祭りが行われてましたね、はい。でなんか俺冷静に録画見ながら見たら普通に読めたわ。柳瀬だよね、柳瀬だね。なんで俺柳って読んでたんだろうな。知り合いに柳から始まる人がいるからだろうな。であと微妙に調べてったら、田之倉っていう名字は全国に290人しかいないレア名字っぽいですね。超レア名字の人っぽいです。そんな人が出てきた。290分の1の人が出てきたところですね。あ、やっていこう。はい。あ、柳瀬、来たな。柳瀬がしおりの具合を気遣って、そう提案してくれた。何？あ、一緒に行こうっていうね、しおりと。悪いな。そうしてくれると助かるよ。ごめんね、みんな。なんか、頭の芯が、ぼーっとしてるみたいなの。私、迷惑じゃない。うん。しおりの性格上めっちゃ修学旅行を楽しみにしたと思うんだけどな。なんか、こんなになっちゃったな。初対面の別のクラスの人間を前に、すまなそうな顔をしたしおりが謝る。いいよ、そんなの。だって、当たり前じゃん、そんなの。改まって言われると、照れちゃうよ。少し照れた仕草で手を振ると、柳瀬は田之倉の手を取って、仲良く参道を先へ歩き始めた。うん。柳瀬と田之倉は、仲いいんだろうね。まあ、同じ班だしね。どういう形で半ゲベしたかわかんないけどね。俺は万葉と二人、ふらつくしおりを両脇に挟み込む形で手を引いてみんなの後をゆっくりとついていった。うん。深澤くんどうなったのね。マヨチン狙ってる、おそらく万葉だけど。マヨチン狙ってる深澤くんはどこ行ったの？諦めたのかな？俺がいるから。へえ、ここが、二月堂、二月堂でいいのかな、なんですね。清水とはまた違った作りで、かっこいいですよね。お水取りの時なんかは綺麗でしょうね。山道を登ってしばらく行くと、手向き山。手向き山が8番。かっこいいな。手向き山が8番に突き当たる。ちょっとかっこいいな、その言い方。気に入ったの、なんか。そこから道を左に折れて、しばらく歩くと、お水取りの崩壊乗り換えで、有名な二月堂が見えてくる。知らない、興味ない、お寺。正直興味ない。その二月堂の可愛いを見て、篠塚が一人ため息を漏らした。篠塚は男の子ね。篠塚は、なんか、秀才の子ね。秀才の男の子。ねえねえ、お水取りって何？あれ？男の子だよね。あれ？なんか、発言が女の子っぽいぞ。篠塚の独り言の意味がわからなかった田之倉が目をクリッとさせて質問を投げかける。ああ、そういうことね。田之倉が言ったんだ、これ。そういうことね。え、確かね、あそこの、膝橋のところで火のついた松明を振り回すお祭りなんだよ。膝橋とか言わなくね？お前頭いいな、篠塚。篠塚、違ったかな。いきなり田之倉に突っ込まれた篠塚は、どことなく自信なさげに答える。くそ、太一言ってやれ、太一。俺らの太一。お水取りと呼ばれる行事は、正しくは習字会または11面光格好と呼ばれる北海の一行事だよ。なんで知ってんの。まあそっか、なんで知ってんすか、生命か、そっか。毎年2月11日に赤いと呼ばれる神様の掘った井戸から水を汲んで観音様にお供えをするところから、この崩壊のことも自然とお水取りと呼ばれ出したというわけさ。この感じ、道のくやってる感すごいな。この観光地を、すごいなんか、紹介してって、俺が読めなくて苦しむ感じ。道のくの時子ちゃんとの最初の時思い出すな。前振りなし、突然のセリフに驚いて振り向くと、そこには目を細めて空を眺める太一の姿があった。前振りなし。このゲームやった後やっぱ行ってみたくなるんだよ。風来期の時もそうだし、なんか俺をあの浅草もそうだし、行ってみたくなるんだよな。状況がこういう状況じゃなかったら行ってみた動画出してもいいような気がするんだけどな。どうした？俺がこんなことを知ってちゃ変かな。お前柄じゃない、陸上部のくせに柄じゃない。なぜそんなに詳しい。少し照れくさそうに大地がはにかむ。まあ、生命だからね。うん、全然かっこいいよ、有坂くん。うん、うん、あんた、なんか、乱れちゃったもん、あたし。大地の知られざる一面、意外な一面に、俺は驚き。田之倉と柳瀬は、両手を握り合ってはしゃいでいる。あ、じゃあね、
松明は燃やさないの？松明じゃなくね？あれ合ってた？いいえ。おそ松、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 おそ松は、おそ松廟は、ねえ、北海の間、毎晩飛ばされますわ。誰これ？トーコ？トーコか。前に一度、三つ吉兄様と一緒に、お父様に連れてきてもらったことがございますから。闇夜に舞う、ダッタンの炎は、とても綺麗でしたわ。ダッタンってカタカナで書くのこれ。ダッタンって日本の言葉なのに多分。田之倉の質問に、再び割り込んだのは、しおりの声だった。割り込みされすぎだろ。ちょっと割り込み注意だよ、ここ。だがそれはいつもの少し甲高い元気いっぱいのしおりの声ではなく、落ち着いた柔らかな物腰を感じさせる少女の声だった。久しぶりに聞くその懐かしい声に思わず目頭が熱くなった。へえ、いおり、いつきさんだっけ。いおりちゃんは違うね。いおりちゃんは君につって告白される方の人ね。お兄さんいるんだ。え、うん、いないわよ。なぎなく聞いた田之倉に答えるしおりの声はすでにいつものしおりのそれに戻っている。え、嘘だって今いるって言ったじゃん。そうそう、ちぐはぐの受け答えをするしおりにみんなの疑問の視線が集中する。言ったよ、確かに。なんだったっけ。田之倉が大きく口を開けて人差し指をぐるぐると回しながら思い出そうとするところへ突然三つ吉第三の声が割り込んできた。割り込み多すぎんだよ、ちょっと。どうなってんの、ここの会話。割り込みだらけじゃねえかよ。割り込み注意して、本当に。誰？再戦？うわー！君かー！高すぎか。マジか。待って、高すぎじゃ過去に出てんの？三つ吉知ってる？ん？え、でも、あ、つか、三つ吉は木月か。木月の過去、前世か。高杉ってどうなってんのこれ。高杉、そうだよね。序盤からのネームドキャラにしては何もない。三木久と高杉だけ何もないんだよね、今のところ。割り込んできたのは高杉だった。彼女は他の人を無視してしおりの前まで来ると、やはりまだうつろな目をしてしたしおりの顔を覗き込んでこう言った。木月のこと好きなのかな、高杉は。バック。ちょっと仲のいい感じではあるっぽいけど、名前で呼び合ってたし。京子って言われた。三吉兄さん、そう言ったのよね。いつきさん、さん付け。しおりを見つめるその挑戦的な瞳は何を思う瞳なのか。さあそうかもしれませんけど、私よくわからないんです。しおりはなぜ自分がそんな風に見られるのかがわからず、当惑した表情を浮かべるばかりだ。何か用か、高杉。俺にくっついていても何も出てこないぞ。そんなことはないわ、三つ吉。この名前には聞き覚えがあるわ。あんた確か昨日ユーリを呼んだ時も三つ吉って呼んでたよね。ああ、ってことはやっぱ過去の人ではないのか、前世を持った人ではないな。知らないのか。そして今この子が兄貴だと言った兄貴兄貴って言うからね、兄貴だと言った人の名前も三つ吉。どうしてユーリが三つ吉って呼ばれなきゃなんなくて、おまけにこの子の兄貴なのか説明してもらいたいわね。探ってんのか、高杉は高杉なりに。昨日の俺たちの争いを見て直感的に俺たちの間に何かあると感じたのだろうか。いざこざ争い、いざこざだと合わねえか。僕には俺を睨みつけるその瞳には気づきのことを案じているのか、不安の色も見え隠れしている。もう、キズキは高杉を愛してあげなよ。こんないい子も、こんないい子かどうかちょっとあれだけど、まあ、気は強いけど、それでも、まあ、いじめはするか。あんま、ちょっとなんとも言えないけど、それでも、愛してくれる子がいるんだからさ。そういうもんじゃないのか。難しいな。さあな、気のせいだ。俺はそんなこと言っていないし、しおりも言っていない。嘘つかないでよ。あんたも、その娘も、なんでユーリはそんなに気にすんのさ。あんたたちとユーリの関係って一体何なんだよ。なんでもないさ。そんなに気づきのことが心配なら、奴の無事を願ってお参りでもしてみたらどうだ。俺はスラッとボケて強引に高すぎる質問を突っぱねた。当たり前だろう、
いきなりこんなところでカクカクシカシカと説明できることではないし、また話したからといって信じてもらえる話でもない。高杉が、うわー、わかんねえ、柳まゆ、柳瀬、柳まゆ、柳瀬まゆ、まゆ、くそー、これも調べとくか後で、を釣り上げようが、田之倉たちが不審な顔をしようが、とにかく俺にできる態度は白を切り通す、ただそれだけなんだ、うん、なんとかまゆシリーズ難しいよな。なんだって。そして案の定からかわれたと感じた高杉が不良の顔に戻り、怒りもあらわに俺にガンを飛ばしてきた。しかし俺は高杉の視線を受け止めながらも眉毛一本動かさず言い返さなくてはならない。それが彼女をますます刺激すると分かっているのに、彼女が本当に気づきのことを思っているならば、なおさらのこと、彼女は彼女を俺の運命に巻き込むわけにはいかないのだ。そうだよね、下手するとここからさらに未来の地点から見ればここで巻き込まれて運命の中のね、輪廻転生の輪に入っちゃう可能性もあるんだよね。多分可能性としてはあるんだよね。沖田もなんか巻き込まれた感あったしな。沖田もこれあれなのかな、転生してるのかな。ちょっと私をバカにするのもいい加減におよしよ、およしよって。そんな不良いる、およしよっていう不良いる。バカになんかしてないさ、スケバンだろその時代の感覚の。俺たちは奴には何もしていない。だから奴が暴走しているのは奴自身の意志さ。そしてそれを止められるのもまた奴だけなんだ。だから奴の心がお前の手の届かないところに行ってしまいそうだと感じたなら、そうなってしまわないように祈っていてやれと言ってるんだ。そばにいてやれはまあできないのか。泣いてる？泣いてるな。そんなこと、わけのわからなさとかすかに掴んだ日月を助ける方法とが頭の中で渦を巻き、激しい混乱の中で高杉は言葉が見つからないようだった。平安で言うと帝ポジションなのかな。この輪廻の輪に直接の関係はないけど、現れた人を好きになってしまうという、輪廻の輪の人たちを好きになってしまって実質的に不幸に巻き込まれるというか、悲恋になってしまうっていう、その一人なのかな高杉も。そしてそんな時、え、誰、嘘じゃないですよ、誰、俺の後ろから、あ、しおりか。しおりが控えめな声で高杉に話しかけた。中二豚の言うこと嘘じゃないです。木月くんは今とても苦しんでるわ。精一杯やってきたつもりなのに何もうまくいかなくて、誰にも愛されず振り向いてくれる人もいなくて。いや、お前だよ。お前のことが好きで頑張ってんだよ気づきは。これ誰のセリフ、しおりが言ってるけど誰よ、誰が言ってるのよこれ。トーコなの、トーコの菊野ちゃんなの。真っ暗な絶望の道を誰もいないところへと一人でどんどん歩いていってる。でもそれはお兄様の思い込みなの。私はお兄様が好き、そして私の他にもお兄様のことが好きな人はたくさんいるのだけれど、ま、高杉とかね、ああ、東子かこれ。でも彼の絶望はとても深くてそれに気づかない。龍也の時にも多分気のいい友達はいたんだろうな、俺以外にも、しんのすけ以外にも。気づこうとはしない。だから高杉さん、あなたが彼のことを好きならお願いです、祈ってあげて、あなたの心があの人の冷たい一人ぼっちの心に届くように、あの人が帰ってくるように。神様は本当はとても力が弱いのだけれど、でも決して無力じゃないわ。それは本当に心から祈る力を手に入れた時に真の奇跡を私たちに与えてくれるの。そうよ、だってみんなそうしてこの国を作ってきたんですもの。だから祈って、私が手を離してしまったせいで一人ぼっちになってしまったあの人を助けてあげて。まあ瞳子が亡くなったのが自主的に完全な土蜘蛛側についた原因になったからな。三吉はずっと嫉妬というか瞳子に気に入られてる高橋さんのことを妬ましく思ってたのはあっただろうけど、元から。そっか。
とてもいいけど、しおりがすごいなんか不思議ちゃんになっちゃうけど大丈夫？田の倉とかから見たら不思議ちゃんだけど大丈夫かな？今後に影響がない。あ、倒れちゃった。しおり！うつろな目で上ごとのように話を続けたしおりは、話を終えると同時に突然糸の切れた操り人形のように硬い石段の上に崩れ落ちた。いや、怪我するよ、大丈夫？意識がない人って本当に人間意識があるのとないのじゃ全然違うもんね。倒れたとか言っても、やっぱ無意識に、無意識、意識ある時は意識的に気にしてないつもりでも自分をかばってんだよね。寝てる人とか意識ない人をおんぶするのがすごく大変だしね、抱っこするのが。俺は慌ててしおりの体を抱き起こしつつ、駆け寄る班の連中に声をかけた。すまん、みんな、誰でもいいから手分けして先生を探してきてくれ。わかった、俺たちが探してくる。お前はしおりについていてやれ。太一が素早く答えて仕切り始めた。こういう時の太一は最高に頼もしい奴になる。太一、わかった。俺は全幅の信頼を持ってそう答えた。よし、それじゃあ篠塚、田之倉と柳瀬も、あれが俺と一緒に手分けして先生を探しに行ってくれ。いいかな。マイオは、マイオだけあえて外したな。うん、わかった。オッケー、任しといて。太一の言葉に答えてみんながうなずくと、高杉、お前も頼むぞっていう展開はない。待って、高杉はそれを引き止めた。高杉、悪いがもうお前の相手をしてる暇はないんだ。文句があるなら後で聞くから、今は放っておいてくれ。苛立ちを抑えた声で、あ、俺か、俺が先、太一かと。そうじゃないって、私はただ橋谷先生ならさっき松陰の方にいたって言おうとしただけよ。こいつ高すぎよな、完全に悪い子じゃないんだよな。真剣な顔して高すぎた手のひらを振って、俺の誤解を解こうとする。かわいいな、それはちょっとかわいいな。三木下か、でもまあこの際三木下でも買わないか。そうか、ありがとう。ごめんな、勘違いして、そっちに行ってみるよ。あ、うん。ねえ、支援の王いいな、やっぱ王様呼びされるの嬉しいな、なんかちょっと嬉しいな。なんだなんだね、この王に。なんだね、何か。お参りって、どこですればいいの？え、ああ、そうだな。さっき見てきた大仏でもいいんじゃないか。そもそもあれは、みんなのそうしたもののために作られたものだし。でも本当に祈る気持ちがあるなら、場所は問題じゃないぜ。要は、心だよ。おー、うわー、この後ろ振り返り、高杉。いいね。書いてもらえたの、高杉。その立ち絵も。いいな、高杉。ありがとう。今から行ってみるわ。もし先生がいたら言いつけといてあげるから。いつきさん、お大事にね。ああ、じゃあな。まあ、確かにね、高杉スケバーンというかトップだけど仲間思いなんだよね、結構。バイバイ。そういう意味ではあるか。まあ、ただちょっと、まあ、ね、正規な方法は気に入らねえみたいなところがあるよね。よし、太一、正倉院の方に行ってみようぜ。待てよ、イカルカ。ミキシタだって足がついてんだから、どっかに移動してるかもしれないだろう。だから、お前は俺と、お前はしおりと高原を連れてそこに行けよ。安心しろ、大地。ミキシタの足は俺がさっき折っといた。あいつはもう動けねえ。俺たちは岡本先生がいないか探している。ちょっと想像したら笑えてきたのに。イキスタが膝立ちで、あー、足がーってするところ、想像されちゃったな、頭の中で。他にも先生が見つかれば俺たちが連れて行くから、そこで落ち合おう。どうだ。よし、わかった。俺はイキスタがちょっと苦しんでるとこ見に行くから、高原とマイオと。あの太一くん、私は、高原はイカルガと一緒に行ってやってくれよ。誰かがしおりのそばについてやらないとダメだから。イカルが一人だと身動き取れなくなるかもしれないだろう。そうね、分かったわ。じゃあ各自急いで先生を見つけてこいよ。とりあえず30分後に正倉院のあたりで集合だ。うん、いいわ。分かった、イカルが、しおり、頼んだぞ。ああ、任しとけ。登場人物が急に増えたからな、声をどうすりゃいいのっていう、そういう混乱が起こるんだけど。何人いるんだ今の状況。6人、7人、8人いたよね、さっき高すぎるとき。わかんねえよ、誰の声か。
やっぱこう誰の声かってちゃんと出てる ADV とか下にセリフが出るタイプのあれってすごいんだなって思うな。なんか大事なんだなって思う。これだってね、もしかしたらミキシさんのセリフかもしれない。この辺りよねっていうミキシさんのセリフかもしれないしな。この辺よね。先を歩いていたワンヨが足を止め、振り返りながら俺にと、正倉院の正面門、正門前、大仏殿を色づく木々の向こうに、見張るかす、大仏池のほとりに俺たちはいた。いないわね、芦屋先生。ああ、やっぱりどっかに行ってしまったのかな。背中に背負った、しおりを背負い直しつつ、俺は、あたりに目を配った。背中っていっぱいできたな。背負うっていう字がいっぱいできたな、なんか。かもしれないわね。どうなんだろう、普通の修学旅行だけど、道つなあんま来ねえな。あいつ本当に待ってんのか、俺ら来るまで。水際に近づく万葉が、秋風の渡る、湖面を見渡して、長い髪をかき上げる。広大な東大寺の北西の外れに位置する、この正倉院のあたりでは、特別展示をしているときは別にして、他には特に見るべきものもない。人気のない、湖畔は、小岸は、澄んだ池の水が、色鮮やかな黄色や赤の木の葉の色と、高く雲を流れる空の色、青と白とを映して、ひっそりと揺れているばかりだった。でも、綺麗なところね。水に映った自分の顔に、足元の小石を蹴り入れながら、万葉がつぶやく。石蹴り入れちゃうの、万葉ちゃん。ああ。車の音も、ここまではあまり聞こえてこないし、ここら辺りだけ、昔に帰ったみたいだな。ああ、昔知ってる人たちの会話だな。そう、ね。あれから、千年も、時が経ったなんて、嘘みたいね。あの時と変わらぬままの世界があって、あなたがいて、私がいる。何も変わっていない。何も起きていない。そんな気がするわね。変なものだよな。俺たちは、ここへ、最後の戦いのつもりで来たのに。なんだか、今が一番静かなような気がするんでな、するなんてな。今までの、あの濁流のような時の流れが、ここにいると嘘のように静かだ。俺が、風が、俺の言葉を吹き流していくようにそよぐ。と、俺の背中で、しおりが、みじろぎする気配があった。瀬を早み、岩にせせるる滝川の、割れても末に、愛はむ、と思う。しおり？うなじにかかるしおりの柔らかな息の感触。俺は、しおりが目覚めたのかと思い、自分の背中に声をかけた。しおりが不思議ちゃんモードになりすぎだな、なんか。しかし、しおりから答えは返らない。なんでだろう？他の子たちは、混乱はしてたけど、こんな風に人格が入れ替わるみたいなレベルのことは起こってなかったと思うけど。どちらかというと、融合してたけどな。岩の人格とイカルガにしても。眠ってるみたいよ。割と、いい感じで、過去の前世の記憶と意識と心と、なんか、ね、蹴りをつけてたというか、配分が取れてたんだけどな。しおりだけどうしてもなんか、トーコが出てこようとしてるな、すごい勢いに。まるで、友達に抜けがけのデートを知られたように、照れた顔をした万葉が、そっと、しおりの顔を覗き込んで、囁く。いや、わからん。その気持ちになったことがない。抜けがけデートとか言われても。寝言かな。そうかも。でも、どうしたのかしら、しおりさん。多分、過去の記憶の覚醒が遅かった分だけ、一気に過去のことを思い出しているんだ。ああ、みんなは徐々に思い出してたのか。そういうことか。体がそれに耐えきれなくて、熱を出したり、気を失ったりしているんだと思う。だから別段、命に関わることはないと思うんだが。そういう感じか。そうね。おそらくは、多分、今頃は大好きな、高下兄様に会っている夢でも、見ているのかもしれないわね。はい。割れても末に、愛生むぞ、思うか。こんな時代にまで、巡り合わせるなんてね。彼女も、本当にあなたに会いたいと、そう願っていたのね。でも、俺は、しおりの気持ちには答えてやれない。お前が好きだ、バイオ。あ、言った。俺の心は、お前だけのものだから。もう、ずっと、俺の命は、お前と一つだから。イカルが、ねえ、これからどうするの？結局、ここにも先生はいなかったわけだし。ごまかすなよ、バイオ。
お前の気持ちはどうなんだよ。ギュッてこうやって、なんかこう、こういう雰囲気がそうさせるみたいな感じのとこ。無理かな。そうだな。ここでこうしてもラッチは開かないし、もう一度しおりを背負って大仏殿に行ってみるよ。やっとしたら、さや銭もまだあそこにいるかもしれないし。うん。そうね。なんかマイヨーの返事が歯切れ悪いな、さっきから。じゃあ。あ、マイヨーはここに残っててくれないか。やだ。みんな後からここに来るはずだしさ。なんでよ。お前、守るべき女の子を一人にするなよ。誰もいなかったら、はぐれちゃうだろ。俺も先生が見つからなかったら戻ってくるし。うん。ねえ、イカルカ。いや、なんかさ、マヨちゃんが歯切れが悪いから、なんか、自分が犠牲になろうとしてるなんかで、ね。違うよね。気をつけよ。修学旅行生狙った不良とか来るかもしれないじゃん、マヨちゃん狙いで。ちょっと、5つな関係なくそういう可能性もあるじゃん。うん。昨日、私が銀閣寺で言いかけたこと覚えてる？はい、じゃあ一旦ここで休憩します。覚えてない。何を言おうとしたっけ。ちょっとわかんないですけど、はい、じゃあ一旦ここで休憩します。ありがとうございました。ありがとうね。